長崎停留場は、高知県高知市を大津にある土砂電交通5面線の路面電車停留場。長崎停留場は1911年、土砂電交通の前身土砂電機鉄道によって、大津停留場から五面中町通り停留場までの区間が開通したのに合わせて開設された。1942年に停留場は一度休止されるが、10年後に復活している。 民家の裏口を借りるようにして停留場が設けられている。乗り場は2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むような配置。互いの乗り場は東西方向にずれて一致していて、東に針間や橋方面行き、西に五面町方面行きの乗り場がある。針間や橋方面は安全地帯が設置されるが、五面町方面は北を並走する道路上に、 乗り場が白線で示されるのみである。長崎山のふもとに民家が立ち並ぶ。国道百九十五号に沿って進む五面線の軌道は、隣の小米通り停留場との間で、国道三十二号を渡り、南国市との境を越える。AB、土佐電鉄が走る町根弱100.156から百五十八ページ。ABCD 今尾啓介、日本鉄道旅行地図帳十一中国四国。 新潮社、2009年、61ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。上野広と、土砂電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞、路面電車は行く高知高知新聞社、1998年、83ページ。 ISBN4 から 875032684AB 川島慶造四国九州ライン全線全駅全配線第2巻四国西部エリア高段車図節日本の鉄道2013年35.90ページ ISBN978 から4から06から295161から 6AB 土佐電鉄が走る街今弱89から90ページ。ありがとうございます。